はい、こんにちは、弁護士の坂口康です。今日の報道でガーシーに対して脅迫罪と名誉毀損の告訴がなされていて、その事件について任意の事情聴取の申し入れを警視庁がしたという報道がありました。これ任意の事情聴取の申し入れっていうのはですね、まあ逮捕前に時々あるものではあるんですけども、まあ、警察からとりあえずちょっと話を聞かせてほしいみたいな申し入れがあって、まあ出頭して容疑の件についていろいろ話を聞かれるっていう手続きを言います。はい。でこの任意の事情聴取なんですけど、まあ、任意って書いてあるんだから、まあ、従うのも従わないのも自由、要は協力するのもしないのも自由だというところが、まあ、大前提の建前にはなるんですけども、この任意の事情聴取の申し入れっていうのは、まあ、一癖も二癖も実はあって、まあ、一番よくあるパターンとしては任意の事情聴取をするからちょっと来てくれって言って呼ばれて、そこで、まあ、事件の概要について話を聞かれた上でその供述をもとにそこで改めて逮捕されてしまうっていうパターンが、まあ、一つあります。はい。だから、まあ、任意の事情聴取だから、まあ、任意なんだから、まあ、いいだろうって軽く気持ちで言ったらそのまま逮捕されちゃって家にも戻れませんでしたみたいなパターンはあり得ます。はい。で第2のパターンとしては、まあ、逮捕するっていうのには要件があるんですね。まあ、法律上逮捕するための要件として逃亡の恐れがある場合っていうのがあるんです。でこの任意の事情聴取の申し入れをして、それを打診してるにもかかわらずその事情聴取に一切応じてくれませんよっていう事情が積み重なっていくと、この人事情聴取応じないんだから逃亡しちゃう可能性あるよねっていうことに、まあ、つながりやすくなってしまって、まあ、その任意の事情聴取を断り続けてると逮捕されやすくなっちゃうっていうところがあります。はい。だから今回の警視庁なんですけども、とりあえずこの事情聴取をしたいと、任意の事情聴取協力してくれって申し入れをするのは、まあ、まず第一歩のくさびを打ったという感じなのかなと思います。はい。これで、まあ、ガーシーが協力してくれて話を聞ければ、それはそれで警視庁としては捜査が進展するという意味でプラスですし、まあ、これで脅威をしたら逮捕する材料が増えていくっていうところなので、まあ、警視庁としてはこれを一歩、第一歩として今後捜査をぐいぐい進めていくつもりなのかなと思います。はい。でこれ、まあ、ガーシーさん弁護士さんもついてるみたいなんですけども、まあ、この議員の事情聴取の申し入れがあって、これどうすべきかという点なんですけど、まあ、私が仮にガーシーの弁護士だったとしたら任意の事情聴取応じる方向で、まあ、進めた方がいいんじゃないかってアドバイスはしたいなと思います。うん。これの理由はですね、まあ、さっき言ったように任意の事情聴取拒否してると、まあ、逮捕されるリスクがどんどん高まっちゃうっていうところもありますし、まあ、ガーシーさんそもそも国会議員なんですね。だから国会議員っていうだけでも逮捕されるっていう可能性は比較的かなり低いところではあります。うん。で特に、まあ、会期中とかだったら不逮捕特権もありますんで、まあ、会期中に任意の事情聴取に応じるみたいな方法を取るというのが、まあ、一番なのかなと思います。であと今回は弁護士さんとありがちなのは、まあ、任意の事情聴取応じても構わないけども弁護士同席でお願いしますっていう申し入れをするんだろうなと思います。はい。これ弁護士同席っていうと、まあ、警視庁とかも警察の人が大体嫌がります。とはいえ絶対に同席させてくれないっていうことはなくて、まあ、私もいろんな事件で同席して事情聴取に立ち会ったことっていうのはあります。はい。ただ、まあ、これから有名な事件だと、まあ、それがクローズアップされちゃうっていうのを警視庁嫌がるのかなと思うので、多分その同席を求めてもなかなかそれ OK は出さないんだろうなとは思います。はい。で、まあ、ただ、まあ、弁護士の立場としたらガーシーさんを事情聴取するんであればこんな条件こんな条件ってなんかいろいろ条件を突きつけて、まあ、それを整えた上で、まあ、事情聴取を受けさせるみたいな方向で話をしたいなと思うところかなとは思いますけども、まあ、どこまで条件詰められるかっていうのも何とも言えないですし、まあ、場合によっては検察の方がいやいやそんな条件つけるならもう結構ですって断ってきて、まあ、要は純粋な任意の事情聴取を拒否したっていう報告書を作って逮捕するための要件を積み重ねていくみたいなパターンに持っていかれるっていうこともあるのかなと思います。はい。まあ、いずれにしろ私がまあ弁護士だったら基本的にはまあ事情聴取を応じた方がいいんじゃないかと、逮捕されるってことを恐れているんであれば、まあ、事情聴取を応じた方が逮捕される可能性はどんどん下がっていくんじゃないかっていうことで、まあ、事情聴取を応じるように進めるのかなとは思います。はい。今回まあガーシーさんどうやって行動していくのか、まあ、要注目だと思います。はい。